番岩菓子ってあだ名つけたのは梶原先生がつけたの。今も、都市伝説的にまことしやかにこう囁かれてるお話なんですけども、大木金太郎さんの話について、で体かけろっつったからね、やりましょうって体かけろ、そうそう、片手取れって言ったんです。片手取れと、片手もう当時のお金で結構、3000万5000万かわいそうだから、主客にヒットマンにあげないようなんで、ヒットマンに、そうそう、大山先生の嫌なことをほとんど俺やってきたんだよ。総帥が汚れ役を担ってきた。そうで、大山先生死んじゃって、大山先生のこの時に時のパク大統領も仲裁に入って、同じ同胞同士、いさかいないようにと、仲を取り持って、パク大統領からいくらかお金が流れたとか、そういう話もあったんですけど、ね、大木金太郎さんはね、韓国で英雄なの、すごいんだよ。それで大げさになっちゃったわけで、韓国の人たちしてみれば、同じ同胞で喧嘩するのよくないってことで、柳川さんが間に入ったんだね。じゃあこれパク大統領から、お金がいくらか流れたってのは本当だったんですか？それよくわかんないんだね。でも仲裁に入ったということですね。なるほどですね。もしですね、大木さんと大山総裁やったら大変なことになってたと。おじいさんだからな。両者ともにこう周りの雑誌が騒いじゃ、マスコミで騒いじゃったんだね。そういうのはなんか今の小島さんの状況によく似ているような、面白い子たちやっちゃったから。そうですね、そういうところありますね。そういうのは本当にいけないことですけど、ダメなことですね。では次の質問に行きます。これはですね、総帥が初代タイガーマスクやブッチャーが入門したことがあるそうですが、ということなんですけど、これブッチャーは所沢の道場に来て抜き手のやったりね、抜き手、ブッチャーの地獄好きは総帥が、それで三沢君が寮に入ってたの、1週間所沢の寮に。まずかける前ね、川田さんも、それで馬場さんのとこ行ってパンパンって蹴ったわけ。馬場さん面白いんで、三沢君太いじゃない、俺細いパシッて切れるわけ。馬場さんなんでそういうの先生みたいに蹴れねえのかなって言うわけ。それであれちょっと30分か1時間教えて、馬場さんのあれ10枚入ってたんだよ。ありがとうございますって。あの人ケチじゃないな、馬場さん。そういうとこはもう俺びっくりしたよ。当時の10枚すごいよ。ちょこっと教えてただけだよ。で馬場さん偉いのはね、梶原先生のとこ来てね、中華料理食べたのね、料理持ってくるとね、手つけないで先生のブーッとテーブルの回すわけ。馬場さんは年下なんだよ。年上、梶原先生は年下なので、馬場元子さんが外でこれを待ってるんだよ、大泉来た時。偉いなと思ってさ。それあれですね、僕が入門した時とかもそれすごく牛耳しなきゃいけない時があって、それすっごいその時の新弟子、合宿に入った新弟子全員がそれ指導っていうか競技を教えられて、先輩がこう食べる時は絶対後ろでこう立ってなきゃいけなくて、ご飯も先に絶対手をつけないで、飲み物とかなくなればすぐについてとか、その辺はすごくしつけられましたね。じゃあ総帥にブッチャーはこれブッチャーの地獄好きは総帥が教えたと。昔来て所沢道場でね、ハシムっていたの、黒人のこんなアフリカの同じイスラムで仲いいんだよ。ハシムはさ、大阪で府立体育館かな、猪木ボコンって叩いちゃったんだよ。ハシム常にいたのね、黒人でウィリーみたいなので、猪木に挑戦するために新馬さんが誰か2人やっつけてくれなきゃダメっつって、ハワイのディナ・グッドと戦ったの、12ラウンドマーシャルアーツのね。で俺プレスリーがやった大きな会場で演舞やったので、シカゴの松本君とね、白羽鳥とかね、でベニー・キーテラ見に来てたよ。プロレススーパースターレスで梶原先生の本があったんですけど、それでブッチャー鍋に入った小石を下から焼いて、それに抜き手の練習したって、あれ、本当は牧先生は念願なんだよ。牧先生は鍋に石焼いて、バーンってやって、牧先生小説家だから、それでバツンってやって、畳をズクズク作ってやる。畳抜き手でやれるってできないんだよね。それと作っちゃう。そうですよね。絶対できない、できない。それずずず畳を抜き手で牧先生手が出てくるんだよ。畳を抜き手で抜くって。そう。牧先生はレイヤーのほうのあれ作るから。刀なんて入んないよ。そうですよね。そうですよね。ちょっと難しい。それは牧先生のアイディアなんだよ。あ、牧先生のアイディアだった。アイディア、アイディア。その焼けた小石も。まあいわゆるファンタジーの世界というか。牧先生もほら口が悪いから山崎優勝してあれ空手で勝っても喧嘩じゃ負けねえとなんとか言ってね。喧嘩も空手も負けるの芦原とそういうのしかいないな。で山崎と喧嘩のしたわけ。駒沢ちょっとこうしてさ、いやそれで山崎筆外しちゃったわけ。あ、そうだったんですか。山崎とね、牧先生は仲合わなかったんだな。梶谷先生の弟だから遠慮してたの。ああ、空手の実力的にはいかがだったんですか。まあ偉いのはずっと続けたこと。牧先生は少年部だったの、はい、一般部でバチバチやったわけじゃないの、はい、ずっとトレーニングでやって続けて、通信教育やったわけ、渋谷で。で牧先生空手できないから師範代に僕と山崎の名前2つ潰しちゃうわけ。今でもそうなの牧道場ね。それでいろんなとこに行って牧先生もやってくうちだん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 強くなってたの間違いないね。その時は全然もう空手できなかった。まあ見た目っていうか風貌がちょっとああいう感じなんで誤解されやすいところが多いとは思うんですけど、いい人だよ。恥ずかしがりなんだから。そうなんですか。だからこうずーっとやばいわけ。内心優しいのね。わざとそうしてるわけ。テレ屋さんだからちょっとそういうところ。そうそうテレ屋だから。外見でテレ隠しを。テレ隠し。そうだったんですね。まあこれでまあ別の質問だったんですけども、マス大山空手スクールの権利のとかについてそういうご存知であれば。知ってるよ。マス大山スクールは。渋谷で、ね、やってたのね、はい、で現代空手マガジンって本やってたんで、はい、それ5000万で小山先生が牧先生に売ったの。はい、うん、で牧先生はやってたんだけどまた小山先生はパワーからって出しちゃった、はい、それで喧嘩になってたわけ、こっちで売りながらまた新しいパワーからって作っちゃったわけ。その話が違うだろうみたいな。そうそうそう、やり方汚い、お金に汚いってなってたんでね。5000万ですからね。5000万でした。あれ牧先生正しかった。なるほどですね。まあ牧先生と梶原先生の話は結構質問も多く入ってきてまして、まあこの梶原先生と牧先生に関しては総帥どうですか。梶原先生が俺仲良かったからね、はい、牧先生はもうやきもち焼くぐらいだったのね。あ、そうなんですか。最後に男の正座っていうのを、はい、先生が名倉の前に書いたわけ、はい、そこに本当のこと書くんだって言ってたわけで、自分はもう全部大山のことばらしたんだ。でも梶原先生はもう空手ばかりしてあげちゃったじゃん、はい、今さら喧嘩したからといって大山を落としてお前あげるんだって言ったわけね。で亡くなった時は歯型だったわけね。歯型、うん、死にたくなかったの。あ、うん、で梶行ったって名前でね、力道山と木村さんの戦いからずっと、はい、だから小山先生から流れてきたね、格闘員のずっと書いていったわけね。まあ梶原先生の功績というのはものすごく大きいとは思うんですけども、まあ、梶原先生がいなければその空手もここまで発展しなかったと。だから写真が大山先生と梶原先生の仲やった時ね、大山先生亡くなって大成館って気やってたわけ、はい、誰かに買われるの嫌だから大久保君に行って持ってきてって言ったのね、はい、大成館、うん、これ経営やってたの。これ俺の手元にあるの。小山先生のネクタイ、この間泉館長持ってきてたの。なんかね、大山先生も画数とは凝ってたんだよ。はい、あ、画数、名前とかもそうそう、はい、この間持ってきたんだよな、このなんとかってメーカーだよな、大山先生の角とあれなんだっけ、あれ撮ってったらいいかしら、その写真。これね、まあこれも写真、トランクスと角を1000万で売り出して、マイケル・ジャクソンは10万ドルで売れたんだよ。ああ、マイケル・ジャクソンも買う人はどうかいるか。泉君がね、泉君って面白いんだよ。はいはいはい、もともと大都塾やられてたという。あと天骨君の後輩。はいはいはい。まあそうしてまあ今出た牛の角なんですけども、これ最終的にどうなるかな、わかんないな。もうこれね、人の手に離れてたから。娘さんキコちゃんがな、残念だね。まあ浜井先生が言うには、まあ旧本部も記念館としてやっとけばよかったのになんていう話はしてたんですけど、いや記念館だったんだよ。でそういうのさん助けてってさ来たから、大久保君が不動産だから、大久保君とキコちゃんとつないだのね。まあ今日こうしてですね、そういうの総帥にいろいろとお話を聞かせていただいたんですが、いろんなもうすごくいい話を聞かせていただいたわけなんですけども、まあ今後ですね、今月、来月ですね、来月の30日にモンゴル大会があって、11月には国際大会があると、11月5日、横浜武道館、はい、去年も行かせていただいた横浜武道館で国際大会があるということで、僕も楽しみにしてます。その前に僕はコンクリートブロック割らないといけないです。40過ぎで優勝するよな。まずはこれ割らないと。で、できれば総帥がやられてたこの空中のスイカの抜き手、これできるかなっていう。スピードな、はい、スピード。空中でですからね、パッて瞬発だな。瞬発力。指とかって突き指しないんですか？まあするときあるよ。そうですよね。指立て伏せ。体重の重いから余計に指立ててきてるかもしれないですね。スピードつけたら怖いよね。まあちょっと頑張って少しでもできるように、はい、頑張って稽古したいと思います。そうだね。はい。まあ今後もですね、総帥また質問が来ましたら、ぜひお答えしていただきたいなと。そうだね。はい、思うんですけども、はい、今日はいろいろとお話を聞かせていただきありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。源君のこのピュー面白いな、あれ。そう、一緒にやってもらってもいいですか？クレーバー。はい、いきます。1、2、3、ピュー。これ。面白いな。村上があったよ。村上やってたよ、村上だ。村上やってたよな。